かはね不安だね、ララ。そしてりーちゃんとアリさん、これ飛んじゃった。アイちゃんはもう寝てるんだね。アイちゃんも行きましょう。みんな今日は3人で行こう、バニラ以外ね。みんなで行ってこいよ。ああ不安だ不安だ。なーちゃんだけごめんね、こんなでっかくて快適だね。りーちゃんバッて行こうね、みんなね。みーちゃんもう病院だって分かってんの偉いね。さあ行くよ。着きました。アリスちゃん、みーちゃんもう一回お部屋作りごめんね。みーちゃん、アリスちゃんはすごく健康体だって言われました。元気な女の子ですねって言われました。よかったです。よかったね、アリタン。うん、元気だねって言われたのね。安心ですって言われたんだよね、アリス。よかったねね、アリちゃん。うん、このまま頑張って長生きしようね、アリちゃんね。はい、そしてリリさんは、あれもうリリさんもう入っちゃったの。リリさんはどこに行ったんですか。リリさんは、リリさんもお休みだね。痛くなってきてるねってね。お休みですねって言われたのね、りーちゃん。ねえ、りーちゃん、りーちゃん、りーちゃんどこにいるの。本当にもぐらどく、はい、というわけでした。ここにももぐらどくさんがいるね。はい、というわけでしたね。で、最後にララちゃんですが、これからお部屋に戻ります。はい、ララちゃんも戻ってきました。ララちゃんの寄り目は興奮状態によるものだそうです。よかったね、なんともなくてね。で、ゆるゆるうんちはちょっとやっぱ緊張状態にあったりとかすると、うんちが緩くなっちゃうかなっていうことでした。とにかくみんな健康でした。よかったね。もうすぐ入っちゃった。一応ラルちゃんなんかなんだっけ、なんとかっていうなんだっけ、虫さんがちょっといるみたいに、一応抗生物質はいただいてきたので、ララちゃんだけお薬生活ですね。はい、というわけでした。ご心配おかけしましたけど、みんな健康的でした。若干ララちゃんだけね、お薬が増えましたけど、でもアリタンも元気だったね。よいしょ。あんたなんか特にもうすごいねって先生に褒められちゃったね。ね。こんな感じでした。こんな感じです。よかったね。健康でした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。